はいどうもこんにちは、ゼオです。スミです。僕たちは今世界旅行していて、今月ちょうど10ヶ月目になります。そんな僕たちが今日解説するのは、絶対にミスしないハイパフォーマンスホテルの取り方です。これまで様々な国を回りながら、たくさんの人たちと出会って、たくさんの宿に泊まってきました。その中でホテル探しに想像を絶する時間をかけて、失敗と成功を繰り返してきました。せっかくの時間とお金、そして貴重な思い出を残すために、今回僕たちが失敗しないホテルの探し方を紹介します。それでは早速一緒にホテルを探していきましょう。まず準備するのは Google マップ、 Expedia、 Agoda、 Booking.com。 世の中にはたくさんの旅行エージェントがありますが、まず最初に使うのは Google マップです。僕たちが海外でホテルを取る場合には、まず行きたい場所をピン付けしておいて、それに近い場所にホテルを取るようにします。こうすることで、短い旅行の期間の中でも効率的にかつ安全にポイントを回ることができます。 Google マップ上では、1泊あたりの料金を自分の希望額まで下げて、数あるホテルの中から自分の希望金額のホテルだけを表示します。ただこの状態だと、安いけどクオリティが低い宿も表示されているので、次に評価の加減を4にします。ホテルを安い金額だけで表示すると、臭いとか汚いとか古いとかっていうホテルもめちゃくちゃ含まれちゃうので、この評価の加減を4にすることで、そういったクオリティの低いホテルを排除することにします。このフィルターで目星のホテルが見つかったら、最後に口コミを確認します。この工程が一番重要で、そのホテルが実際どんな特徴なのか把握することができます。ホテル選びの落とし穴として、写真騙されるってことが一番多いので、この工程でそのリスクを回避することができます。口コミを確認する際は、デフォルトの関連度順ではなく、新しい順に設定します。これは例えば、昔は良かったけど最近老朽化がひどいとか、今月は工事をしているという情報を確認することができます。あと、悪い口コミを先に確認することで、許容できるもの、できないものがあるので、安いホテルは特にあらかじめなんで安いかっていうのを確認するっていう作業が非常に重要になってきます。僕たちが今まで見た中で、悪い評価なんだけどこれは許容できるんじゃないかっていう評価がいくつかあって、予約してキャンセルしたんだけど返金されませんとか、テレビがありませんとか、何回かと毎回すごく良かったけど、この日はなぜか悪いスタッフがいましたとか、そういったものっていうのはその人の主観だよねっていうようなコメントなので、口コミの中でも特に除外して考えています。逆にこれまで許容できなかった例としては、まさしく臭い、古い、汚いとか、あとはスタッフの人がサービスが低い、非人道的っていうコメントがあると、これは宿泊していい思い出になりようがないので、僕たちとしては無理かなと思っています。まあこれはね、人それぞれあると思うんですけど、例えば学生のノリとかでホテルのクオリティとかどうでもいいから、みんなで泊まってウェイって楽しもうっていうことであれば、特に許容できる範囲も広くなったりするので、これは皆さんも口コミを実際見てみて、許せるかどうかっていうのを判断するのがいいと思います。ここまでチェックが完了したら、表示されている一番価格の低い旅行エージェントサイトで予約します。旅行エージェントサイトで一つ注意しないといけないのが、エージェントサイトごとに税金が含まれてなかったりするので、あくまで最終値で比較するようにしてください。結局ホテルは本家のサイトが一番安かったりもするので、最後まで気を抜かずにチェックしてみてください。一個注意点なのは、エージェントの中でも海外のエージェントでわけがわからないようなエージェントも含まれているので、リスクを考えると避けて、大手の Expedia、 Booking.com、 Agoda とかで予約すると、一応そういうリスクは回避できるかなと思います。以上が基本的なホテルの探し方なんですけども、最後に裏技的な話をいくつか紹介したいと思います。旅行してると、予約したいんだけどどうしても高いとか、変な宿しかなくてどうしても高い宿に泊まらないといけない時とかっていうのがあります。そんな時に使える裏技っていうのを最後に紹介したいと思います。1つ目は、 Expedia で安い日程を確認するっていう技です。さっき Google マップでのホテルの探し方を紹介したんですけど、これはあくまで地図上で観光地の近いホテルを探すっていう技で、その特定のホテルがどの日程で安いかっていうのを探すのが Expedia です。特に日本と同じで、土日はホテルの料金が高いから、土日は地方、平日は中心地って感じで泊まり分けすると、かなり旅費を抑えながらラクジュアリーな旅ができるようになるから試してみてね。2つ目、高い日程を連泊の旅程の中に入れない。さっきの話と類似するんですけども、例えばあるホテルに5連泊とかした時に、1泊だけ高い日程が含まれてると、この1泊だけ高いわけじゃなくて、5連泊全てが値段が高くなってしまいます。だからもし5連泊で値段が高すぎるよっていう時は、短く区切ってホテルを予約するっていうことで値段を下げることができるケースもあります。3つ目、直接ホテルと交渉する。
海外のホテルだと宿泊してる最中やチェックイン時にホテルの部屋をシティビューとか高層階に変えてほしいって依頼をすると空きがある場合はめっちゃ綺麗な部屋に変えてくれるケースがあるよ。僕の場合だとホテルのスタッフの人に僕はもうフォトグラファーだからめちゃくちゃ高層階でビューがいい方に泊まらせてくれって言うと結構普通に交渉が通ることがあります。日本人は遠慮しがちだけど海外では思ってることをはっきり伝えることが何も悪いことではないのでリクエストがあればはっきり伝えることがお互いのためになっていくよ。はい、ということで以上が僕たちが安くてハイパフォーマンスのホテルを探す方法を紹介しました。旅行は人生と同じで十人十色、皆さんの感覚と合うものも合えば合わないものもあると思います。あともっとこういうお得な方法があるよって方もいれば、下のコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画で手分けの冒険は続く。